はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、とつで明日はメンテ日になりますので、まずは今日最終日のガチャだったりイベントがあるので、やり忘れがないか一緒に見ていきましょう。はい、まず今日ではないですが、明日最終日になるラッキー割引、まあ通称タヌキですが、はい、まあこのガチャに関しては、まあ基本的に参加券だったり恋文だったりラッキースタ券等々ガチャ券関係のアイテムが他では入手できないぐらい安くゲットできるイベントになっているので、はい、もうこのガチャに関してはもう私はガチャ券を集めるつもりで毎回課金してゲットしに行ってますね。ちょっと今回も参加券あったんでゲットしておいて、はい、廃課金編で残り数少ない解放してない奥義、挑戦ちゃんの奥義ですね。はい、今回仮想の集い来てくれてたんでここに使ってきますね。いや、ナイスタイミング、いろいろナイスタイミング。はい、その他恋文なんかも結構ここから集めておいて、まあ、遊園地スタンプがない期間なんかは課金できるサーバーではこういった恋文で混沌装備集めるために出会いガチャ回したりしてますね。遊園地スタンプだと月に1回しか来ないので、まあ、ここである程度集められたら、はい、こんな感じで溜まってきたらガチャを回していくと。はい、まあ、ちょっとこっちの1連しかできないっていうのがねデメリットとしてあるんですが、おー出た、 15% 引きましたね。はい、こうやって地道に回していって、はい、40回目、はい、手ぬぐいゲットと、はい、いう感じで、はい、遊園地スタンプ以外の方法で課金できる人は、恋文なんかが割引で安く売ってた場合には、ゲットしておいて、集める機会を増やしていくと、はい、ような感じでガチャメインで私は使ってます。はい、そして本日 MR 装飾も最終日になりますが、まあちょっとこのキャラクターは、実際にプラス7覚醒して使ってみましたが、まあスキル1の白口ベース防御虫攻撃で、HP が低い相手を狙ったフィニッシャームーブができるキャラクターの中では、火力最強のキャラクターになって、で、しかも攻撃後その効果力を利用した、総ダメージ50% 分の HP 回復を HP が低い味方1名にできるという、まあ、場に出てすぐに HP 回復ができるタイプのアタッカーということで、まあ、この挙動ができるキャラクターっていうのは実は2次以上のレアリティのキャラクターでこのキャラクターしかおらず、意外と尖ったスキルの持ち主だったんですが、まあ、実際に使ってみるとアーグスなんかの罪悪流血なんかを攻撃中に食らったりして、自身が罪悪流血状態になって HP がちっちゃくなって、攻撃後の総ダメージ HP 回復の対象が自分になってしまい、で罪悪流血状態だから HP 回復できずに終わるみたいな、はい、スキル1の個性の部分が割と簡単に潰されてしまうっていうようなことが分かってます。でスキル2の方のデバフばらまきなんかも成功すればだいぶ面白いんですが、そこまでの生存が難しいというような感じで、はい、いろいろ尖ってる部分はあって、使いこなすことができればまあ面白いキャラクターだなとは思いますが、使いこなせる人がかなり少ないかなっていうような印象がありますね。はい、今日最終日ですが、この UR の装飾に関しては、はい、体力レベル ×120 上がる奥義、はい、これめちゃくちゃ優秀な奥義に絡んでいるので、まあ、MR 装飾目指してない人も UR装飾の、はい、この確定絆枠の残り4回分ですね、はい、については集めておきたいところですね。はい、そして本日 UR 戦の茨城同時の期間限定割引販売中のガチャが最終日になりますが、まあ割引販売中ということで2割引10連で2380元宝で回せるような状態にはなってるんですが、まあ茨城同時奥義的にもまあかなり難しくなっており、とりあえず無課金美課金の人は見送り対象で、重課金廃課金の人はまあ奥義収集目当てといったような感じになりがちですかね。はい、あと UR 戦の収装も本日最終日になりますが、まあ収装スキル1でダメージカット率 60% と割と高いカット率のある援護化できるキャラクターで、反射率も 120% と援護の中では優秀な援護を自身に付与できるキャラクターなんですが、まあなんでうまくいけばアウグスだとかカエサルなんかにも一矢報いることができるキャラクターではありますが、まあ援護反射キャラクターであれば、まあテーフっていうキャラクターなんかがかなりコスパよく運用できたりするので、まあ反射パーティーなんかが作りたい人にはいいかもしれませんが、あまりそれ以外の人には UR アバター1000のところまではおすすめできませんかね。はい、 SSR の収装であれば、はい、こんな感じでまあラキスタで取得優先順位が高いカウムなんかと組んだ体力レベル ×20が上がる奥義だったり、はい、SSR だけで解放できる HP が上がる奥義等々、はい、お手軽な奥義に絡んでいるキャラクターにはなっているので、はい、主層の SSR 取りたい人はこのガチャで原宝を使うのではなくて、百花美人の新商交換ラインナップに今月主層1ヶ月間並んでいるので、まあ、ここから絆集めていくようにしましょう。はい、それかスペシャル交換の紅翡翠交換か、はい、あとこちらも本日最終日ではありませんが、ひろまさちゃんの少女の成長の残り時間が3日後となっているので、まあ、次回のメンテ前には終わってしまっているので、まあ、投与した方で覚醒まで行っていく予定の人ですね、まあ、ひろまさちゃんの場合はあえてプラス1覚醒で止める人もいると思うので、まあ、それ以外のがっつり覚醒して主力として使っていくっていう人はあと3日間の猶予になってますので、はい、こちらも忘れずに確認しておくようにしましょう。はい、とつで更新情報を見ていきましょう。まずは課金イベントということで、はい、花の水引きますね。はい、おそらく専属武器がアバター化してたあのキャラクターが来るのかなと思いますが、はい、花の水引きに関しては大束が1万2000円、小束が6100円でそれぞれ3000元宝と1500元宝を入手することができ、さらに MR アバターガチャで使えるガチャ券30連
連分と15連分がもらえるということで、はい、課金効率としては1円あたり大束の方が 0.995 元宝、小束の方が 0.98 元宝ということで、まあ、若干大束の方が課金効率が良く、はい、流刑チャージ含めると1円あたり 1.50 元宝の価値になりますが、はい、このぐらいであれば、はい、おそらく明日金曜日なんで来るであろう一丁一石っていうおみくじイベントですね、はい、そのおみくじイベントで最低倍率の 40% が出たとしてもこちらを利用して5000元宝課金していった方がお得になりますので、はい、まあ、ちょっと計算間違ってるかもしれないので購入の際は自己責任のもと一度ご自身で計算を行ってからご判断いただきたいんですが、はい、私だったらもし欲しい MR アバターキャラクターが来た場合には一丁一石の方で課金してゲットしに行きますね。さあそしてハッピーギフト、はい、ハッピーギフト来ますね。はい、ハッピーギフトに関しては安定供給されている課金イベントの中では月ギフトに次ぐ第2位の課金効率のイベントになってます。まあ、元宝だけを目当てに課金しても第2位ということなんですが、はい、その他に2時間高速戦闘券14枚分と新章交換券21枚分が入手できるので、はい、この百花美人ガチャの、はい、こちらの新章交換の交換に使うことができるアイテムを入手することができるので、こっちで SSR 副賞をゲットしたい場合はハッピーギフトで、もう一個よく来る幸運ギフトっていう方はこの高級ガチャ券ですねを入手できるので、はい、こちらで SSR 副賞をゲットしたい人は幸運ギフトっていうような違いになっているんですが、まあ、単純にアイテム抜きで元宝目当てだけで購入する場合にもハッピーギフトは安定供給している課金アイテムの中で第2位、幸運ギフトは第3位と、はい、いうような位置づけにあるので、月ギフ、ハッピーギフト、幸運ギフト、あと軍令と週間基金ぐらいまでは単純に元宝目当てで課金する場合にはかなりお得なイベントになってます。はい、そして寝起き、誰だ、出雲の国、はい、そして、まあ、そろそろ落ち少女推しキャラ総選挙が始まるというアナウンスが、まあ、前回のロビのアナウンスでありましたが、まあ、去年の第3位のキャラクターですねがここで出てきますが、まあ、キャラ性能的には、まあ、スキル1の方で特徴的なのが、まあ、盲目をばらまくことができるという敵の命中値を下げることができるというような、まあ、デバッファーになっているんですが、まあ、盲目っていうデバフ自体が命中率ではなくて命中値を下げる関係から単発ではあまり効果的ではないとされており、まあ、ちょっと盲目に関しては罪悪盲目化した時に期待したいですね。まあ、ちなみにスキル1では他にも敵の HP によって虚弱もばらまいたりできて、まあ、2種類のデバフを一気にばらまけるキャラクターということで奥にちゃん有名ですが、まあ、スキル2の方ではそのデバフの量に応じて火力アップするというような特殊な動きをするキャラクターなんですが、まあ、今の罪悪状態っていう黄色い文字のデバフに関してはその出雲の奥にのスキル2の効果力化には影響を与えることができないということで、まあ、罪悪状態を絡めたコンボが今の西の出雲の奥にではできないので、まあ、キャラクター自身も MR アバカ待ちといったような感じでしょうか。もう立ち絵に関してはすでに MR アバカしてるので立ち絵で購入を決めてる方は一度覗いてみてください。はい、そして一丁一石大吉できますね。まあ、普段は一丁一石っていうおみくじに関しては 40% から 80% の中でどこかの確率が出てたんですが、今回は必ず大吉なんで 75% か 80% が出るで確か良かった気がします。いや、これはありがたい。はい、廃課金編ではがっつり利用させてもらって残りわずかの奥義解放しに行きたいと思います。はい、そしておっと来た、西武の決闘。はい、予想通りいいナオトラ来ましたね。罪を逃れる者にこの槍で罰を与えましょう。懸賞金額が高いいいナオトラはいつでも自分の正義を貫徹します。賞金首ハンターなんですね、いいナオトラ。はい、武士ドラと一緒ですね。さてさてちょっと見ていきますか。あー、かっこいい。普通に12時の頃の雰囲気残したまんまより風格が増した感じですね。あ、で今回はちゃんと馬乗せましたね。はい、虹の頃のナオトラちゃんですが、ま、腰の曲がり方が異様だっていうことでね、はい、これ絶対ラフガの時馬に乗ってたでしょうみたいなことを個人的には思ってましたが、まあ、本当は乗馬しながら打たせたかったんだなとこの時思ってたいいナオトラちゃんがやっと乗馬しました。うん、意外とまっすぐ立ってますね。あ、で弓から銃になってますね。はい、防御虫攻撃っぽい感じ。あ、で結構昔かと思ったら電柱っぽいの立ってますね。割と最近かもしんないな。いや、なんかもうこういう背景見ると無性にハンバーガー食べたくなりますね。マックとかじゃなくて、あ、もうちょっと一口で加えられないタイプのでっかいやつでプラスコーラと。個人的にはこの背景定型的に対する飯テロ背景になってますね。ぜひやめていただきたい。はい、でいいナオトラに関してはまあ、虹の時点で5連撃キャラクターで毎回 500% の攻撃をしていくんですが、攻撃時に回心率が 50% 上がるというなかなか優秀な補正がついているキャラクター でそのクリティカルを利用してクリティカルが出るたびにダメージが 0.5 倍分ずつ増加していくということで、まあ、応援出しなんかで出して5発全てクリティカルだった場合にはダメージの合計としては1万パーになると、はい、いうぐらい実は応援出して出したその瞬間から割とダメージパーセント出せるキャラクターになっており、はい、その状態で敵を撃破した場合には追加で HP が高い相手に 100% の確率で85% 属性防御を下げる撃砕をつけて、まあ、撃破を狙いにくないしは弱らせていくというような動きができるキャラクターになっていて、まあ、この撃砕の 85% ダウンっていうのが放置少女全キャラ内で一番耐久を落とすことができるパーセントになっているっていうところがアピールポイントでしたが、まあ、発動する条件で撃破条件があったり敵一体だけっていうこともあったりしてなかなか実用性がなかったということもあり投票者はあまり多くありませんでしたね。結構敵の HP が 50% より低い場合ダメージ 200% の HP 回復だとか優秀な並びではある
んですが、まあ、例えばこれスキル1の5回攻撃の最初の方が HP が低い相手に対する連撃とかであればもう少し撃破条件とかも満たしやすかったりしたんですが、まあランダム攻撃になってしまうので、まあ、やるとしたら陰気キャラクターなんかで陰気をつけてそのキャラクターを集中攻撃していくというような感じでやれば面白そうではあったんですが、まあいまいち目立たずに終わってしまったというような感じですね。まあ、ただスキル1のスキルの並び的には効果力化していったとしてもいい感じの HP 回復機能があるので、まあ防御無視攻撃なんかをつけていったら面白くなりそうかなということで、はい、今回のテケテケスキル予想としてはもうスキル1で、まあ、5連撃だったのが10になったので7連撃になって全ての攻撃に臨床値ベース防御無視攻撃が乗っかると、はい、その上で、まあ、今回賞金首を狙いに行くキャラクターということで、まあ HP が低い1名をターゲットに集中攻撃していくようなキャラクターになると予想したいと思います。まあちょっとリョフちゃんの臨床バージョンみたいになっちゃってますが、まあ撃破条件もあるので HP 低い相手に対する連撃にはなってほしいかなという願いも込めてそんな予想をしたいと思います。であとできれば状態状態性なんかも 100% つけた上でスキル1攻撃前に蓄力状態になってもらえれば罪悪流血なんかのカウンターも食らわなくなるので、そこまで予想として入れときますか。はい、ということで明日またガチャに並んだら投与した上で検証して分析動画アップしていきますので、テキテキ明日分析頑張るってことでグッドボタン押してもらえれば元気が出ます。はい、あと YouTube メンバーシップもやっていますので、まあ今日ちょうど先ほど MR アバターリョフちゃんをもし前衛前列だったり前衛後列に置いたらどうなるかみたいな映像とともに、あとはハンニバルとコンボを組んだらやばくないかみたいな映像ですね、お届けしておりますので、興味がある方はこの動画の概要欄にある URL から覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。